まあ、あと撮り方はね、お客さんの骨格によりますので。はい、こんにちは、札幌占い美容室早もがしの後藤です。F カット理論の方の講習が、2日間ですね終わりまして、早稲田さんの方が九州から来て北海道まで来ていただきました。まあ、2日間の、まあ、講習はちょっと、まあ、振り返ってみて、まあ、今終わったばっかりなんですけど、どうでしたでしょうか？楽しかったですよ。あ、ありがとうございます。楽しかった、楽しくやってくれたということで。期待通りでしたね。期待通りでしたか。でした、ありがとうございます。やらせじゃないですか。次のボブの、ね、カット最初にやったんですけど、あのボブのカットする方法は今までのヘアカットと違いとかはあるのかなって、僕はちょっと自分でやってるんで分かんないんですけど、自分のカット理論自体が分かんないんですけど、他のカット法とちょっとボブの切り方とかどうなのかなっていうのがちょっと聞いてみたいんですが。違いますね。違いますか。違う、まあ、全く違うかっていうと、なんか別にそうではない気もするんですけど、はい、柔らかい、やっぱ丸いですよね。ああ、丸さが作れる、作れる、はい、し、まあ、早いですよね。ああ、スピード、そうですね、結構そうですね。 F カット理論の F はフィンガーって指なんですよね。なんで指で、まあ、切っていくっていう感じなんですけど、ちょっと、まあ、特徴があるとすれば指の感じがちょっと違うのかなっていう感じはちょっとありますね。まあ、これからの美容のアシスタントさんに、まあ、ヘアカットの教育をする場合、例えば、まあ、この F カットの理論っていうのは使えそうですか？その子を見て、うん、切り口を変えた方がいいかもしれませんね。ああ、なるほどですね、うん、はいはい、確かにそうですね、うん、やっぱ結構感覚とか、はい、大切になってくるんで、はい、理論がないと手が進まない子とか、ああタイプ的にですか？タイプ的に。ああ、確かにそれはありますね。その子のタイプ的に感覚でいける子もいれば、かっちりしたやつの方が分かりやすいっていう人もいますね。そうですね。そうですね。これ美容師やってる人からも聞くんですけど、はい、可愛いが分からないっていう美容師もたまに聞くんですよ。あー、分かりますかね。なんか僕は分かるんですよ、こうやったら可愛いなって思うんですけど、はいはい、バランスの取り方が分からないというか、やっぱさっき最後のショート切ってた時も、うん、まあ、あれを目指してるけど顔周りこっちの方が可愛いかもとか出てくるじゃないですか、はいはい、スタイルブック見てて、はい、それが出てこない人って少なからずいると思うんですよね。そういう人は少しベーシック硬いのをかませてからのスピンカットの方が分かりやすいかなっていう気がします。あ、確かにそうですね。見れば切れるんですけど、はいはい、見ないときそれが切れない人、うんうん、あ、でもそれ多いですよね。これなんか感覚の問題なんで、それってもしかしたらあれかもしれないですね。あの、いろんな髪の毛を見てないからかもしれない。いや、それはあるかもしれませんね。要はその引き出しとか、そうですね、例えば芸人さんとかだったら引き出しがあると話は面白いと思うんですけど、そしていろんな経験したりとか、毎日のなんかそのネタ探してそういうとこにこうチャンネルしてるじゃないですか、チャンネルを貼ってるじゃないですか。でもそのゴールが分かんないっていうのは、最終的な形が分かんないっていうことはイコールスタイルを見てないとかなんで、まあそういう人はまあそこも必要ですよね。そうですね。そう、スタイルを見て常になんか本屋さん行ってこうスタイルの細かいところで、今日はじゃあ前髪見ようとかテーマ決めてった方が、そういう人はいいかもしれないですね。美容学校生とか、あの新人のスタイリストさんとか、今日はバングレーとか、そういう風にしたら、まあ、早くこうスタイリストになれるかもしれないかな。長期の、まあ、これも似てるんですけど、長期のブランクがある美容師さんとかで、まあ、ちょっと休んでいましたと。うん、まあ、そういう長期のブランクあるスタイリストさんとかが、F カット理論で習得できると、思いますでしょうかね。まあ、もともとベーシックやってる方なんで、うん、で早いでしょうね、やっぱそういう人だったら、まあ、うん、逆に、うん、
それ F カットでやった方が、うん、多分すぐ現場復帰ができるかな、ね、とは僕は思ってはいるんですけど、その通りだと思います。最短ではいけそうな気はしますよね、うんうん、自信もつくんじゃないですか。あ、そうそう、ブランク戻ってきて、やっぱ今の状況ね、そのどんなスタイルがとかっていうにもやっぱ疎くなってると思うんで。そうですね、うん、でそこからスタイル作り込んでいくよりも、もう F カット理論で柔らかい質感を出せた方が、うん、なんかやっぱこう、例えばブロッキングめっちゃ細かく取ってやるとしたら、まあ最後やったじゃないですか、ちょっと、うん、実際 F カットと普通のカットの違いみたいなのをちょっと、まあ僕昔切ってた方向でやってみたんですけど、あっていうのがやっぱ硬くなりすぎて最終的に切りすぎるみたいな、やっぱりこう型にはまってショートレイヤーはこうだとかグラボブはこうだっていう形で教えられるので、応用力がやっぱちょっとなくなってしまう。そしてカットラインが硬くなるとか、うん、結果切りすぎるとか遊びがないとかってなっちゃうんで、うん、まあ、そこはちょっと問題なのかなっていう風に思いますよね、やっぱりね。細田さんはもう早い段階で、昨日初日だったんですけど、ホテル帰ってからも指のこのフィンガーカットをちょっと練習していただいて、今日かなりできるようになってたので非常に早いかなと思いました。はい、なんか感覚がすごく良かったので、僕としてもすごいやりやすかったなっていうのはちょっとありますね。似てますけど、F カット理論を講習受けて良かったことはありますか？良かったこと、良かったですよ。良かったです。良かったです。良かったです。ありがとうございます。いや、それダメとも言えないですか？なよくわからない質問ですね、これいや、でもやっぱ柔らかく、はい、今までこう最後のスタイルもそうですけど、はい、やっぱこう、あ、いけるかもみたいなね。ああ、はいはいはい、迷わず、はい、やっぱ最後のあの修正の仕方もそうですけど、やっぱああいうスタイル、あの質感って結構ベーシックじゃ無理な気がしますね、うん、無理ですね、はあ、ベーシックカットだとやっぱりカチカチになっちゃうんで、僕はあの崩しがやっぱりあるスタイルはもうちょっと作れないかもしれないですよね。で、無駄な部分が非常に、まあ、僕は多いなと思ってるので、その、まあ、ベーシックの部分に関してなんですけど、そこをはしょればもっと早く切れたりとか切り直しできるのになっていうのは結構無駄に多かったりとかするので、うん、どうしてもちょっとすごく気になっちゃうんですよね。だからちょっとそこの 業界 の, そのカットの概念っていうのをちょっと少しでもなんか、業界というのはちょっと話大きいですけど、なんか少しなんかね、そういうヒントみたいなのを発信できればいいかなっていうのを思ってはいるんですけど、F カット理論を使ってやってみたいことって、まあサロン帰ってからありますか？なぜ硬かったんで、ラインが、はい、こうトップこう動かしたいなって思った時でも、はい、硬いんですよね。硬かったんですよ。あ、はいはい。で、ポイントバーも進めちゃうとか。あ、だからまあなんか今まで少しこうなんかパーマにちょっと頼ってたようなこう質感を少しあのカット F カットで近づけれるのかなみたいな気がしてるので、はいはい、まあある意味そうなると単価下がりますね。そういうことです。いやけどそこはね結果単価が下がる。まあ、でもある意味そういう技術かもしれませんよね。単価が下がる結果良くないじゃないですか。結果大丈夫か。あのでちょっとオンラインサロンの方もあの受講していただいている部分もありまして、まあ結構オンラインの部分はそうシークレットでやってるんですけど、オンラインの内容で印象に残っ、まあ今までちょっと見ていただいた部分で印象に残ってることってなんかオンラインの部分でありますか？あ、M 関係なし、なしです、ね、全く関係ない。メンズの宿毛ですかね。ああ、そこ行きますか。ああ、そうなんですね。ちょっと内容はあんまり言えないんですけど。メンズですか？ああ、意外と、あ、でもメンズのも本当に短いんで女性のロングよりは早くできるじゃないですか、うん、結構メンズいいですよね。スクラッチカット入れてっていう。ああ、メンズのカット、あ、メンズのカットですか？メンズの矯正？
です。強制。ああ、強制で。強制とカット。はい。ああ、はい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 。ありましたよね。ありましたありました。宿毛矯正、メンズ宿毛矯正とカットのやつ。はいはい、はい、はい。ありました。やっぱり結構独特で、メンズ矯正結構難しいので、距離が短いので、針金見たくなっちゃうとちょっとダサいじゃないですか。メンズの矯正ほど失敗するとダサいものないと思うんで、絶対持ってないと思うんですよね。なんでやっぱそこは、綺麗にかけてあげる必要があると思うんで、そういうのをこうなるべく矯正っぽく見せないようにかけるっていう部分とか、まあオンラインでやってるんですけど、はい。オンラインの内容って今、まあざっと見た部分だけでいいんですけど、すぐ活用できるかなっていうものありますか？ピルムシとかやってましたか？やりました。やってましたよね。検証してくれてましたもんね。はい。そうですね。あれすぐやれますよね。あれは簡単ですね、うん、はい、ちょっと追加で、まあ時間もそんな、まあ時間最初はかかっちゃうかもしれないですけど、うん、すぐできるので。他なんかありますかね。いっぱいありすぎて。でもF カット理論の顔周りもやれる気がするんですよね。ああ、はいはい、オンライン見れば。あ、そうですね。顔周りは結構顔周り大切なんで、ちょっとなるべくそこはアップしようかなと思ってはいるんですけど、これからも。まあちょっとこれ僕の宣伝みたいな感じになっちゃうんですけど、オンラインサロン、まあ誰かに勧めるとしたらどの辺がおすすめでしょうかね。他にないよとかそういう感じですか？あー、そうかもですね。多分他のオンラインサロンには、オンラインサロンの経営の話とかが多いんでしょうかね、他のやつは。多分変化球なので、うん、他では多分ない情報をなるべく提供しようと思ってるんですけど、早稲田さんなんか、場所が九州なんですよね。そうです。で、なんか、ね、あんまり SNS で発信してないんでちょっと僕分かんなかったんですけど、なんか美容以外もまあいろいろこう取り組んで、まあ面白いこともこうちょっとお手伝いするみたいなこともやってたりとかしてるみたいで、僕はちょっと知らなかったんですけど、イベントみたいな、なんか SNS 上げてなかったでしたっけ？イベントは上げてます。あれは九州だけでやってるやつですか？九州、北九州でやってます。北九州、レゲエのイベントです。レゲエのイベントですね。なんてやつでしたっけ？ハマユサウンドキャンプです。ハマユサウンドキャンプっていうのを、サウンドシステムかなりすごいのを、まあ、僕見たらあれすげえなっていう、そういうまあ音楽に関わることも、まあ、趣味でやりつつ、美容も楽しんでやってるんで、多分お客さんの層がかなり濃いお客さん来るんじゃないですか、はい、そういう地関係の人とか。面白いお客さんが多いですか？多いです。面白いお客さん多いですか？濃いですよね、世界観がある。うんうんうん、うん、自分持ってる人が、自分持ってる人が多い感じ、うんうんうん、はい。美容室は福岡です。福岡市です。福岡市のとこでやってる、はい。で、まあこれからジンギスカンと寿司食いに行こうかなと思ってるんですけど、もう結構な時間で、結構やりましたよね今日。6時から、あ、6時ぐらいからやりましたっけ？そうですね、もう、うん、6時間ぐらいになりますけど。多分もう結構日付が変わろうとしてる状態になって。まあ僕としては、早稲田さんも感覚がいいので、もともとこういうふうに受講していただいてるんですが、もともと早稲田さんも全然非常にできる方なので、まあ僕が教えるっていうような方でもないと思うんですけど、ただちょっと自分もともとまあオールマイティーに全部できちゃうんですけども、ちょっと違ったニュアンスが欲しいということで、まあ、ちょっと欲張りなので、そこでちょっと来ていただいてる感じなんで、早稲田さんがもう受けてる身なんですけれども、まあ、逆に僕も勉強させていただいてるような感じなので、受講してるっていうよりは一緒に勉強してるような感じかなっていう感じですね。もうバリバリやられてる方なので、逆に僕も申し訳ないなって感じもあるのが現状なんですよね、はい。なんでまあ、そういうこうちゃんと技術レベルが高い方で、お客さんもしっかり持ってる方が来ていただけるっていうのは非常にありがたいなっていうふうに思って、おります。なんで、まあ帰ったらちょっとご自分の
今までやってたやつプラスアルファちょっとこうあの F カット理論の部分を追加して、ちょっと遊んで紙で遊ぶじゃないですけどカットが楽しくなっていければもっと和田さんの今の持っているものプラスアルファするともっと面白いものが、化学反応で生まれるんではないかなというふうに僕は思っておりますので、期待してます。頑張ります。いや頑張んなくてもうすでにできる人なんで頑張らなくていいと思います。はい、ということでこれからだるまのジンギスカンと、お寿司とラーメンを行きたいと思います。行きます。ラーメンも行けるんですか。ラーメン食べれたらね。ラーメンと寿司ラーメンやめますか。ちょっとこの時間ラーメンやばいですね。ラーメン、寿司とジンギスカンです。だるま行ってきます。だるまに行きます。行きます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ウェットだとやりづらいんですけど、でもちょっとこのやりづらいのあえて、はい、全然短いですよ、この人です、ね、ここからまず曲げたいのかを明確化させて、はい、そこから切り始めるっていうだけなんですよね。そこはですね、同じ工程を T3 でなぞるともっと毛先が自然になりますね。ウェットでもし切らないとダメな時とかだと T3 両刃ですよね。両刃で、はい、同じことをやってると前髪の場合やっぱりちょっと繊細なので、はい、それでちょっと同じことやってみてください。これでいいですか。はい、いいじゃないですか。はい、そして先ほどやった中間のとこの、はい、韓国系 の、はい、あの番組で指2本分のところだけを、T3 セニングで、指1本分下ろし、はい、2本も2と3一緒に持っちゃっていいと思うんで、はい、パートまでオーバーダイレクション縦の状態でさせて、まあ、ランダムに T3 をグラで入れていってくれれば大丈夫です。そう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 、合ってます合ってます、バッチリです。それで大丈夫だと思います。本来動きとは逆になっちゃうんですけど僕もそうなるんで、まあ、あと取り方はねお客さんの骨格によりますので、はい、はい、いいですよ。それでなんか鉢の上みたいな感じですかね。鉢の上のもっと上の方がいいと思います。鉢の上の上、うん、そうしないとエアライン崩れちゃうんで本当にちょっとでいいと思います。結構薄いんですね。あ、めっちゃ薄いです。そのダミーなんですよ。ダミーウルフなんで、はい、ウルフ入れたくないじゃないですか、はい、あんまりなんか軽いのにさらに、うん、なんでダミーのウルフカットなんですよ、はい、そこまでグーッと持ってきた方がこう切ってなるべく鎖骨に向かって自然に切るってことですね。このねじる位置が、はい、左側がここなのに、はい、こっからねじってるのにこっち側で上持ち上げて、そうですそうです。